緑っていいですよね。ということで今回やっていくのは白い部屋からの脱出、白い部屋からの脱出、難易度謎解きが5分の2、隙間要素が3、アスレチックが3。なるほど、まあ、ちょっと隙間とアスレチックの方が難しいと。まあでも掃除てまあ全体的に半分くらいと。で、推定クリア時間が1時間マルチ OK。 絵などを壊さないようにしてください。どうしてもわからない場合は破壊 OK。 まあ、ってことは絵の後ろになんか通路とかがあるってことなんかな。レッツゴー。なるほどね、結構でかい建物、大きい建物っぽいな。で、まずここが、これが出口というか玄関というか出るとこか。で、あ、なんか柵があってフェンスゲート。あの、これはまだ見えないな。あ、じゃあチェストあるからこっから右から行けますか。この中ラージチェストは何もない。一応透明確認した方がいい。いや、ないよな、さすがに。で、まあ、本棚も特になしと。で、ここがなんか、お、なんかテラコッタドロッパーが6つある。あ、これはあれか。真ん中にアイテムを入れてくださいってやつか。あ、ドロッパーディスペンサーだ、これ。まあ、なんもないよな、さすがに。で、ろうそく、緑のろうそくと本棚があって、また。で、ここはまだいけない。おー、チェストある。なんか、あからさまに開けてくださいって感じのチェストが。あ、これはあれだね。これは、ここの配置だね、ここの。金ブロックはこいつか。まあ、なんもないと。で、ここなんかさ、トラップドア見えるけど。まあ、これもなんか、こっちから入るってよりかは、あっちから出てくるみたいな感じなんかな。で、まあ、何もなしで。お、ここに、これ読めないな、これもでも。あれ？あ、で、ここもまた2。お、チェストある。取れない。あ、バリアブロックあるし。あ、できない。あ、待って、バリアブロック、え？あ、いや、バリアブロックがさ、ここにあるからさ、こことここにあって階段状になってるんかなと思ったけど。なんか、できることがあまり、今のとこないな。で、これも一応確認して、なんもない。だから、ろうそくなんかさ、謎解きに後から関係してきそうじゃない？で、まあ、ここはシンプルに届かない。あ、で、ここ届きそう。あ、入れそう。入れない。ここは？あれ？入れないの？嘘だ。あ、で、的と、これ読めるね。この世には持っているだけで、不思議な力が湧いてきて、普段見えないようなものが見えるクリスタルがあるらしい。あ、なるほど。あ、じゃあそれ持ってたら、新しいルートが見えてくるってことか。おっ！来たねー。やばい。しょっぱなのメタ推理が当たってるわ、これ。入れちゃった。まあ、さすがにあるよね。で、まずこれが、この部屋には6つのアイテムが隠されています。頑張って見つけよう。OK、なるほど。6つ。まあ、1つ目はここでしょ。まあ、ここでしょ。ここでしょ。あ、はいはい、わかりました、わかりました。ここで。え、そんな。あ、待って、ここ隙間あるわ。ここ。あ、おん、違う。よー、OK、テラコッタ。あ、それの左右テラコッタ。これあれだね、さっきディスペンサーで見たやつだね。この裏とかは、いや、歩くね、隙間、ここ。ちょっと、どうやってこれ取んの？え、これどうやって取んの？これ醸造台判定だよね。これめっちゃこっから、あ、来た。桃色の左右テラコッタ。オッケー、あと、テラコッタが全部た、じゃあ。あと4つ。まあ、ここの後ろは、ないか。まあ、絵の裏はありそうだね。1個。あ、ここじゃね？この。取るのむずいな。あれ、ね、ここ隙間あるよね、100%。あ、来た！赤色。オッケー、赤色。絵はここまたさらに二重で入れたりはしない？しないか。で、あとここも入れそうだけど、違うと。あ、チェストの下は、ありそうですけども。あ、オッケー。だいだい色。で、あと2つ。あと2つか。やべえ、あと2つ見つける自信ねえわ、僕。あ、でも一つは天井の、え、嘘、天井一個もない。こんなはずでは。え、むずくね、これ。あと2つ。6つだよね。6つもあんの、ここに。
あ、待って、このドアの裏。ほら絶対あると思った。黄緑色ね。オッケー。で、ラス1が、盲点には必ず存在するから。アイテムが。盲点には必ず存在するから。アイテムが。もう一個見つかんないわ。どうしよう。一旦次行く。一旦次行くわ。なんか、一旦次、別のとこ行って戻ってきたら、なんか逆に一瞬で見つかるみたいなのありそうだから。で、ここが、いや、まあ、これは多分矢の向きを調整するやつだな。あ、エンダーチェスト。あらもない。燻製器、かまど、かまど、チェスティング、ラージチェスティング。なんもないやん。あ、で、なんか、ボタンと羊毛。あ、そういえば上行ってないな、あと、まだ。ここも無理だから。これむずくね？あ、てか無理じゃん。ここにはしごないから。あれ？じゃあこれ一周だからさ。あれ、6つ見つけなきゃダメ、あそこで。マジで？あ、マジか。マジか。あ、てかさ、ちょっと待って。え、なんか。あ、気のせいか。え、そういえばさ、ここのさ、なんかボタンと羊毛のやつってさ、ワンチャンロウソクと赤と赤ロウソク、青ロウソクあるでしょ？で、緑と黄色。あ、緑。あ、これもう一個黄色だったらこれいけるんじゃね？あ、黄色じゃないか。黄色が3本か。黄色3本で緑1。赤これ 2？ 2 か。黄色3の赤が2で青が4かな。これさ、残せば。あ、増えていくのか。じゃあこれ4で。赤が2、黄色3。おい、鉄のつるはし、破壊家の鉄格子。鉄格子、あ、これじゃん。あったあったあった、これだ、鉄格子。はい。左下、上、右。え？あ、あ、左下、上、右ね。オッケーオッケーオッケー。急に思い出したわ。左下、上、右。どこかに穴が開いた。こん中なんじゃないですかこれは。あ、こん中なんじゃないですかこれは。あれ、どこなんだってばよ。おーい、ここに穴開いてるわ。降りていいやつ。あ、鉄格子またあるね。壊せる。あ、で、ここにテラコッタのやつがあると。え、テラコッタのやつあるけどさ、僕一個見つけてないんだけど。謎のクリスタル。あ、これでもしかして見えるのでは？今までの知らん、ちょ、これ一応さ、並べとこう、これ先に。緑、赤、で、この辺で、あ、見つかってないですか、あ、見つかってない、これだ。で、青。で、ここにピンと。で、黄色は見つかってないか。あと何もないかな。あ、久しいな、水流エレベーター。久しぶりに乗ったわ。で、これでいいのか？っていうか。なんだこれは。え、これあれ？なんかここに透明ブロックがありますよっていう。あ、あるわ。おい。最初に1個あそこにあったのはそういうことなのか。この透明ブロックで行けっていうやつか。ちょ、ごめん。普通に下手くそ。OK。あ、で、チェストは、脱出への鍵。設置可能鉄ブロック。鉄ブロック？鉄ブロックなんてまだ見てなくないか。あ、見たわ。ここだ。4つ集めろってこと？もしかして。じゃあもう一応持っとくか、まだ。なんかさ、でも破壊 OK って言ってたよね、最悪。いや、したくねえよ、でも。ミスじゃない限り。これ、絵の後ろにさ、なんかあった場合ってさ、貫通して、チェストとか開くの、これ。そろそろマウス壊れそうだから、ちょっとクリックレンダーやめようかな。ちょっとわかんないから壊します。いや、なんもないんかい。あんじゃん。嘘、僕ここ絶対クリックしたくない？これ開かないの？これってクリックしても。これをやってた。でもこれも触ってたらさ、音鳴るよね。だよね。いや、まあ、とりあえずちょっと見つかったけど、ちょ、後で試してみよう、これ。後で倒します。あ、今差し込んでるかも、もしかしたら。オッケー、で、ここでしょ？で、順番はもう見てるから、緑、オレンジ、黄色、赤、青、空色か。で、桃色。オッケー。あ、で、脱出の鍵2個目。2個目、じゃあどうすんの？ 2 個目で、これ。
まあ、行ってないとこはこのはしごでしょ。で、あと、どこだ。あー、ここのなんか、これこれ。この、配置のやつ。あ、やべ、なんか、あ、やべ、なんかチェスト増えちゃった。これ大丈夫なやつ。なんかチェストだけ出てきたんだけど。え、これ置いていいの？置けないわ。これ脱いだら、こいつの装備剥いだらなんか変わる？他になんかあるっけ？まあ、ここ隙間歩くね、なんか。ちょっと待って。違う。これ6つにあるの。え、あるよね、なんか。え、あるよね。え、あるよね。引き上げ6つこれ。あ、来た。いや、なんもないんかい。え、これな、動かせないよね、でもこれも。動かしてなんか盤面を変えるとかいう話じゃない。どれか一個だけ動かせますよ、みたいな。え、あ、なんか書いてあるわ。ここでしゃがめ。そういうこと？動かすかと思ってたわ、勝手に。あ、これでここに行けるとか、最初見たトラップドアじゃん、これ。なるほどね。めっちゃなんか、いや、思い込みってやっぱ良くないね。はい。あ、やべ、なんか、普通に見つかった。見つかった。見つかったって何？ぶつかった。こっちね。で、こう。オッケーオッケー。あ、で、黄色いシュルカボックスがあって、はしご。設置可能か、石レンガ。さすがに PS じゃなかった、これは。あ、やばい、PS いる。ちょっと待って。いけない、いけない。オッケー。で、まあ、普通にこれもアスレチックか。シフトって便利やね。あ、あ、オッケーオッケーオッケー、いけた。なんでさっき押したんだろう。オッケー、これでチェストが、あ、3つ目の脱出への鍵。あ、あるわ、ここ。そんな気がしました、僕。ここ見てないなと思って思ってこっち行けますね。隙間があるね、隙間が。お、弓矢来ちゃー。壊れない弓。これで的当てて、で、ガラス壊すやつなんかな、ゲットできるの。あ、豚。あ、強制的に人参付きの釣竿が。これで、なるほどね、行けと。まあ、これは、落ちずに行くだけだよね。あ、こいつやばい。あの、ハンドリング悪いわ、こいつ。超ハンドリング悪いわ。あ、オッケー。あー、オッケーじゃねえよ。ちなみにちょっと気になったんだけど、ショートカット歩くない？ここ。これ、いけるやつ？これ。あ、じゃあめっちゃ余裕じゃない？これ、あ、よ。超、ショートカットの方が簡単だったわ。オッケー、これで、4つ目。あ、4つ目だ、オッケー。あ、これで脱出できるんじゃないですか？はい。あ、最悪、最悪。ちょ、わざとじゃないんだって、今の。違う。いや、そもそもね、あれ、これ、空いてるっていうリアクションを取ろうとしてたんだけど、落とし穴、誰かが。びっくりした。エンドラの鳴き声、でかすぎ、笑った。脱出おめでとう。隣のコマンドブロックでクリエとかなれるよ。ありがとうございます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。